こんにちは、笠原です。この動画では、現在私が販売しております抗菌薬テキスト。この抗菌薬テキストをどのように使ってほしいかということについて解説をします。抗菌薬テキストという名前の通り、このテキストの一番のポイントは抗菌薬の説明をしているところになります。具体的には64ページの第10章、抗菌薬というところからになります。ここには抗菌薬の作用機序について最初解説をしていて、69ページ以降がペニシリン契約の解説、71ページ以降がセフェム契約の解説になります。ご覧いただいてわかるように、例えばここですとセファゾリンと書いて青い丸が書いてあり、その外側に CTM、セフォチアムと書いて黄色の円が書いてあります。これはスペクトラムを表しています。このテキストの抗菌薬の説明のポイントというのは、このように、それぞれのグループの抗菌薬において、一つ一つの薬剤のスペクトラムが、お互いにどのように違うのかということを解説することによって、それぞれの抗菌薬の特性や位置づけ、使いどころを解説しています。そこでどうしても必要になるのが、微生物の知識になります。私は常々、抗菌薬の勉強をするということの、6割、7割は、実は微生物の勉強することだというふうに申し上げておりますが、このテキストも微生物の解説に相応のページを割いています。微生物に関しては大きくグラム染色で分類していて、32ページからはグラム陽性球菌、44ページからはグラム陽性杆菌、そしてグラム陰性杆菌、あるいは嫌気性菌といったページを用意しています。日常診療、あるいはこのテキストの中であまり馴染みのない微生物の名前が出てきたときは、ここの微生物の解説のところをご覧いただきたいと思います。このテキストで十分にスペースを取って解説しているもう一つのポイントが、微生物検査そのものについてです。特に培養、同定検査、そして薬剤感受性検査に関してはかなり詳しく解説をしています。また、薬剤感受性検査も適切に行われていなかったり、適切に解釈できていなかったりすることが多いので、間違った薬剤感受性検査結果の例、あるいは薬剤感受性検査結果の見方といった実例を何個も載せています。一部はテキスト中に回答がありませんので、YouTube などの動画で解説を加えていきたいと思います。最後に症例集があります。7つほどの症例が冒頭に載せていて、この回答はテキストの一番後ろ、78ページ以降にあります。特に最後に行う必要はないですけれども、時間のある時に一例一例力試しだと思って症例に取り組んでいただけたら幸いです。私はいつもこの症例に関しては、医学生や後期研修医に対して一例40分から50分ぐらいかけて基本的な知識も確認しながら解説をするようにしています。以上、抗菌薬テキストの構成と私が使ってほしい使い方について解説をいたしました。購入先の URL は概要欄に記載していますので、ぜひ手に取って中をご覧いただければと思います。また、この内容に関しては、この YouTube チャンネルの中でも少しずつ取り上げて解説をしていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。